木村拓也の公認、ナンバーアンダーライン愛がマクドナルド CM に。ファンの感情は揺れる。不買運動の嵐。なぜファンがマクドナルド CM に反発するのかマクドナルドの新 CM に関するニュースが SNS 上で波紋を広げています。そこには、平野章、神宮寺ゆうた。 ガンユータの3人組グループナンバーアンダーラインアイが出演するという驚きの発表が含まれています。これによりファンの感情は二極化され賛否両論が巻き起こっています。マクドナルドというブランドは多くの人々にとって身近な存在であり、その CM に起用されることは一種の栄誉とされます。公式インタビューでは平野翔がマクドナルドについて述べ、 本当に身近な存在だよね。親戚の家より入りやすいもん、笑い、とコメントし、騎士ユーも、マックなしでは人生を語れない、って言っても過言ではないです、と述べています。しかし、この発表に対しては、反対意見も多くあります。一部の人々は、ハッシュタグさよならマクドナルド、というハッシュタグを使い、マクドナルドの不買運動を開始しています。 彼らは、新 CM に起用されたナンバーアンダーライン愛が元ジャニーズ所属のタレントであることに、対して疑問を呈しています。この疑問の根源には、過去の出来事があります。以前、マクドナルドの CM には、木村拓也が起用されていましたが、彼の出演がジャニー北川氏の性的暴行疑惑の問題と関連していたため、 日本マクドナルドは、旧ジャニーズ所属のタレントを起用しない方針を採用しました。しかし、戸部所属のナンバーアンダーラインアイが新 CM に起用されたことで、この方針に疑問を抱く人々が現れました。彼らは、なぜ旧ジャニーズ所属のタレントは起用されないのに、元ジャニーズ所属のタレントが起用されるのか疑問に思っています。しかし、もう一方では、 企業の視点から見れば、人気のあるタレントを起用することは一種の戦略であり、商品の売り上げに貢献することが期待されます。企業は商品を販売するために様々な手段を講じますが、その一環としてタレントの起用も一つの戦略です。ただし、ファンや消費者はタレントの過去の所属事務所や関連問題について考えることがあります。それでも、 商品の魅力や質によっては、彼らはそれを購入することを選択するかもしれません。個人的には、マクドナルドの CM に起用されるタレントよりも、商品の新しさや魅力に惹かれて購入することが多いです。企業としては、商品が売れることを望むでしょうし、そのためには人気のあるタレントを活用することも理解できます。ただし、消費者としては、 商品そのものの魅力や価値が重要であり、タレントの起用に対しては慎重な考えを持っています。これからもナンバーアンダーライン愛はどのような活躍を見せてくれるのでしょうか。彼らの新しい挑戦に期待が高まりますが、ファンや消費者の意見も決して無視できません。マクドナルドの CM に起用されるタレントは一時的なものであり、 商品自体の魅力が長期的な成功につながると信じています。マクドナルドのテレビ CM に、平野章、神宮寺優太、岸優太の3人組グループ、ナンバーアンダーラインアイが出演することが発表され、ファンの間で大きな議論が巻き起こりました。23日から放映が開始されるこの CM は、3人が共演する初めての CM となります。 公式インタビューでは、平野がマクドナルドに対して親しみを持っていることを述べ、本当に身近な存在だよね。親戚の家より入りやすいもん、笑い、とコメントしました。また、騎士も、マックなしでは人生を語れないって言っても過言ではないです、と応じています。しかし、SNS 上では、喜びの声の中にも納得いかないアンチの声が多く見られます。 一部の人々は、ハッシュタグさよならマクドナルドというハッシュタグを使って不買運動を始めたり、あの3人は自分たちが嫌われに言ってることわかってるのかなといったコメントを残しています。木村拓也がマクドナルドの CM に出演していた過去がありましたが、ジャニー北川氏の性加害問題の影響で、日本マクドナルドは旧ジャニーズ所属タレントの起用方針を変更しました。 これにより、ナンバーアンダーラインアイの CM 出演に対して疑問の声が上がっています。一方で一部の芸能ライターは、アンチがいるのも人気の証だが、今後、ナンバーアンダーラインアイはどんな活躍を見せてくれるのだろうか、とコメントしています。CM に出演するタレントが商品の売り上げにどの程度影響を与えるかは疑問です。商品が好きなら買うし、 新商品には好感度よりも話題性が重要だと考えます。ただし、企業としては人気のあるタレントを起用することで商品の売り上げを増やしたいという考えもあるでしょう。私自身、マクドナルドが好きで週に数回食べに行くこともありますが、タレントよりも商品の魅力に惹かれて購入することが多いです。企業がタレントを起用するのは、 商品の売り上げを伸ばす戦略の一環と捉えるべきだと思います。また、旧ジャニーズ所属タレントを辞めた人々に対する非難は適切ではありません。彼らが所属する事務所の方針や状況によって選択を迫られていたことを考慮すべきです。私は、出た人も残っている人も応援したいと思います。あなたは、 マクドナルドの CM に出演するタレントが商品の売り上げにどの程度影響を与えると思いますかそして、旧ジャニーズ所属タレントが辞めた人々に対する世間の扱いについてどのように考えますか